何者であれ、俺の邪魔はさせない。勝てる戦だ。気負わず行こう。俺様に任せとけって。調子に乗りすぎるなよ。一緒に頑張ろうね。ミッドランド軍を蹴散らせ。危ない時は下がれ。いつも通りやりゃいいんだ。
だ。やっ、あといくつ勝利を重ねれば俺の夢は。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろ。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか、一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああ、そうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい、隊長。精一杯頑張りますんで。ガッツ、みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ、騒ごうよ、騒ごうよ。ああ、騒がねえよ。また女に振られたのか。うるせえ。いつか貴族になりやがって、道歩いてるだけでマッパの女がコルカス様抱いてって寄ってくるんだ。それ怖くない？隊長、どうです？俺が仕立てたシャツの具合は。上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきますよ。